綺麗な色ってなんだろう一番光ってるものってなんだろう僕は探してた最高のギフトを君が喜んだ姿をイメージしながらおお 本当の自分を見つけたいって言うけど生まれた意味を知りたいって言うけど僕の両手がそれを渡すときふと謎が解けるといいな受け取ってくれるかな長い間君渡したくて 強く握りしめていたからもうぐじゃぐじゃになって色は変わり果てお世辞にも綺麗とは言えないけど白か黒で答えろという難題を突きつけられぶち当たった壁の前で僕らまた待っている迷ってるけど。 白と黒のその間に無限の色が広がってる。君に合い色探して優しい名前をつけたなら、ほら一番綺麗な色、今君に送るよ。セ線の先にたどり着いても、新しいセ線が広がるだけ。 もうやめにしようか自分の胸に聞くとまだ歩き続けたいと返事が聞こえたよ知らぬ間に増えていた荷物もまだなんとか背負っていけるから君の分まで持つよだからそばにいてよ それだけで心は軽くなる果てしない旅の果てに選ばれるものとは誰たとえ僕じゃなくたってそれでもまだ走ってゆく走ってゆくよ降り注ぐ日差しがあってだからこそ日陰もあってその全てが意味を持って互いをたたえているのなら もうどんな場所にいても光を感じれるよ今君に送るよ気に入るかな受け取ってよ君とだから探せたよ僕の方こそありがとう 一番きれいな色ってなんだろう一番光ってるものってなんだろう僕は抱きしめる君がくれたギフトをいつまでも胸の奥でほら光ってるんだよ光り続けんだよ